テイコールサルペトリエール病院はフランスパリ13区にある総合病院である。もともとはサルペトリエールは火薬工場であった。しかしその後パリの貧民らのためのゴミ箱に変えられた。男性はビゼートル病院、女性はサルペトリエール病院にそれぞれ収容された。それは売春婦を収容する刑務所にも使われ精神障害者、犯罪を犯した。 責任能力喪失者、転換患者、貧民等を拘束しておく場所でもあった。そこには注目すべき、大量のネズミもいた。ブリュアン設計の病院付属礼拝堂1656年、ルイ14世は建築家リベラルブリュアンに命じて、工場のあった場所に病院を建てさせ、サルペトリエール療養所を作った。1684年に建物は拡張された。 フランス革命前夜病院は世界最大級の規模で1万人の患者とさらに300人の囚人がいた。囚人のほとんどがパリの街頭から一掃された売春婦たちだった。サルペトリエールから彼女たちは囚人として一体にされて新大陸のヌーベルフランスへ強制的に送り込まれた。1792年の9月虐殺の間、 サルペトリエールは9月3日から4日の夜にかけて群衆に襲撃された。群衆は貧しい労働者階級のクラスフォーブールイコールサンバルセル地区からやってきており、病院に交流されている外相たちの解放を抗言していた。134人の売春婦が解放された。25人の精神病の女性たちは不運だった。彼女たちは引きずり出され。 その一部は鎖に繋がれたままだった。彼女たちは通りに放り出され、殺害された。革命初期の自由化の段階でジロンド派であった、ロラン夫人は、自らの回顧録にて、革命は悪に染まってから、恐ろしいものになった。と述べている。サルペトリエールの患者たちから鎖を外すよう命じる、ピネル、1795年19世紀初頭。 暴力的な精神病院の処置において最初の人道的改革がフィリップ・ピネルによって始められた。ピネルは百科全書派の友人であった。ピネルの彫刻像はマリー・キュリー広場に面した病院の正面玄関前に立っている。後にジャン・マルタン・シャルコー医師が部門を引き継ぐとサルペトリエールは精神科の中心として知られるようになった。シャルコーは 多くの場合現代神経学の創始者として記憶されている。サルペトリエールの病棟での彼の教育活動は神経梅毒、転換及び脳卒中を含む多くの人間の自然史と病態を解明する手助けとなった。シャルコーの講義を聞くためにヨーロッパ中から学生たちがやってきた。その中には若き日のジークムントフロイトもいた。 1612年頃創設されたピティエ病院は1911年にサルペトリエールの隣に移転された。1964年に両社は統合されピテイコールサルペトリエール病院となった。ピテイコールサルペトリエールは今や総合教育病院で主要な医学の専門分野ほとんどに焦点を当てている。数多くの著名人が ピテイコールサルペトリエールで治療を受けている。フランス元大統領ジャック・シラクは2008年にピテイコールサルペトリエールでペースメーカーを装着した。この病院で息を引き取った著名人にはジョセフィン・ベーカー、ダイアナヒ、元自転車競技選手ローラン・フィニオンらがいる。ありがとうございます。